をしてるんですけど、あ、アザラシもいました。あ、いなくなっちゃいました。あ、あそこにはいますね、まだ。まあ、身も目もするのかな。こっちにもうすぐアザラシが来ました。アザラシ、アザラシ。アキさんのようなの。イルカも来るし、アザラシも来ますね。すげえ、すげえ。渡せの竿釣れそうにないですね。ちっちゃい竿が結構釣れたんですけど、あ、こんな感じですかね。10匹ぐらい釣れました。よいしょ、シャット。この辺りも結構入った。10匹ぐらい釣れてます。大量ですね。よいしょ。まあね、イルカとかが来たんで、ちょっと、あ、あっちにもいましたね。撮影してるんですけど、ね、すぐそこにね、観客もねいますね、こういう感じで。近くではキャンプファイアしてますね。こんな感じで鳥も飛んでいくか。ああ、行っちゃった。まだ遠くにね、イルカが。まだいるかみたいな感じで。あそこにもまだいますね。いやいや、よかったよかった。今日はイルカも見れた、オットセイも見れた。まあ遠くではね、すごいね。まあ夜が暮れてきてるんですけど、魚釣りをする人々が結構いらっしゃいますね。あとなんですが、これ私が買ってきたやつじゃないんですけど、あのイカなんですが、あの釣りをしてる人がいるかとかっていうことでくれました。でそれでね、小さいあのサバとかが釣れてるっていうやつですね。さすがです。ピュッ。